笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士、かつケアマネージャーでもあるひでちゃんです。今回はジストニアについて取り上げます。パーキンソン病ではジストニアといって ご自分で意図していないのに筋肉が持続的に異常な収縮をしたり、体がうねったり、姿勢の異常を引き起こす神経症候が出現します。オフの時に現れるジストニアはかなりの痛みを伴い、運動どころの騒ぎではなく、家事をこなすのも強い精神力と痛みへの耐性が必要とされ、患者さんの日常生活を脅かす症状の一つです。本日はこのジストニアについて、 まず、ジストニアとは何か、パーキンソン病とジストニアとの関係、ジストニアの種類、ジストニアの治療の順でお話ししていきます。最後に治療のお話と絡めて、それぞれの治療にメリットとデメリットがあり、リハビリにおいても重要なこととは何かについてお話しできたらと思っています。それでは始めていきましょう。まず、ジストニアとは何かですが、 パーキンソン病のみに起こるものではありません。有名な例では形成射形といって、首周りの筋肉が異常な収縮をして片方に傾いたり、頭と首がねじれがあったり、前後左右に動いたりするジストニアや、楽器を演奏するときに指や手首が曲がったり、伸びたり、こわばったりする音楽家ジストニアなどがあります。 このように、ジストニアとは、自分で制御できない持続的な筋肉の収縮、うねるような運動や姿勢異常が現れる神経症候のことです。例えば、自分で体を曲げようと思っていないのに、腹筋が持続的に収縮して体幹が曲がってしまっていて制御できないとか、まぶたがずっと痙攣していたり、 足のこむら返りが予測だにしないタイミングで起こったりするなどが挙げられます。このジストニアによる影響は、例えば姿勢や片方の四肢の関節が異常な収縮をきたすなどで歩行やバランス制御に問題をきたしたり、伝統に対する恐怖心が増したり、まぶたのジストニアの場合は視野が狭くなるなど視覚障害が生じたり、そうじて生活の質が著しく障害されます。 ジストニアには、痛み、うつや不安、睡眠障害、認知障害など併発することが多く、体の問題だけではなく、精神的な健康や幸福を維持、改善するために、しっかり身体活動、体を使って活動的に過ごすことが推奨されています。では、パーキンソン病とジストニアとの関連についてですが、非常に密接に関連しており、 パーキンソン病の30%以上に見られるとされています。パーキンソン病で見られるジストニアは、ほとんどレボトパ治療開始後に生じるもので、初発症状としてジストニアが見られることは稀です。ただし、若年性では初発症状として、レボトパ治療開始前にも下肢のジストニアが発現することがあります。では、 パーキンソン病では、どんなタイミングでジストニアが生じるのかですが、まず、レボドパの効果が下がるとき、そして最大容量を使用しているとき、そしてレボドパの効果が下がるときも上がるときも、血中濃度の変動があるときに、二層性に生じることもあります。オフのときに出現するだけならわかりやすいですが、このように様々なタイミングで生じるようです。では、 一つ一つご説明していきます。まず、レボドパの効果が下がるときに生じるオフジストニアですが、痛みを伴い、下肢に生じやすいとされます。これは、夜間に歌詞が小村帰りや、足の指までぐっと曲がりきってすごく痛いとおっしゃる方もいますし、腹筋がぎゅーっと持続的に収縮して痛いとおっしゃる方もいます。最近関わっている患者さんでも、 減薬したタイミングで腹筋の痛みがきつくなり、動くたび横になるのも起きるのも歩くのも辛いという方もいらっしゃいます。続いて最大容量時のジストニアですが、これは首、顔、上肢によく現れるようです。そしてレボドパの効果が上がるとき、下がるとき、どちらも二層性に出現するジストニアは下肢によく現れるようです。 最初に言いましたが、ジストニアは痛み、うつや不安、睡眠障害や認知障害を併発することが多いのですが、これはそうなるのも当たり前で、夜間痛くて眠れなかったり、痛みや不眠で精神的にも不安を抱えたりすることがあるかと思います。しかし、これら併発する症状というのは認識されておらず、ジストニアに伴って起こっているということが気づかれていないことも多いようです。 これらの症状は、そもそもパーキンソン病の非運動症状として認知されているものですが、ジストニアに併発して生じているかどうかは評価が難しいですし、ジストニアに伴って生じていることを疑って、正しく問診がなされなければ、ジストニアはジストニア、痛みは痛み、不眠は不眠の治療薬を処方されてしまう可能性もあります。ですので、 痛みの動画や睡眠障害の動画でも言及したかと思いますが、パーキンソン病の初夏である神経内科医にしっかりかかるということと、主治医に正しく一番困っていることをお伝えすることが大事です。夜間の筋肉の縮こまりと同時に起こる痛みで眠れない、その状態が続いて日中しんどい、気持ちも塞ぎ込んでしまう。 だから、夜間の筋肉の縮こまりと痛みをどうにかしたいと、これが一番優先的にどうにかしてほしい症状だということを主治医にお伝えする必要があります。パーキンソン病は本当にいろいろな症状が出現します。高齢ということで、パーキンソン病と関係がないかもしれない症状も同時に併発していることも多いです。ですが、それらを取り留めなくすべて主治医に伝えたとして、 専門医であれば、その語られる多くの症状から、パーキンソン病特有の症状はどれか、症状同士の関連はどうなっているか、お薬の効果がある症状か、今まで飲んでいる薬に追加すべきか、非薬物療法で耐えてもらう方がいいのか、そういったことを患者さんの発言を聞きながら、頭をフルに回転させて考えてくださっているかと思います。 ですが治療としてはあちらを立てればこちらが立たずという状況になりかねませんので優先的にどうにかしたい症状は何なのかという患者さん自身の意思をしっかり伝えて主治医と互いに確認し合うことが大事だと思いますでは脱線しましたが続いてパーキンソン病で見られるジストニアの種類ですまず眼検痙攣ですがこれは まぶたが持続的に、または間欠的に痙攣を起こす症状ですが、パーキンソン病の0.9から3.26%に見られます。どちらかというと、パーキンソン病ではないパーキンソン症候群といって、類縁疾患で見られることが多いようです。続いて、姿勢異常の動画でも出てきました、腰曲がり、首が前屈するジストニア、ひさ症候群は、 これらはジストニアが原因でなくとも起こるものですがジストニアによって生じる場合は多くはドーパミン作動薬など薬剤の変更に伴って急性に起こるこことが多いようです。これは専門医であれば薬剤の変更に伴って姿勢異常が出現していないかを評価してくださっていると思いますがご自分でもお薬の変更によって姿勢が急激に変わってきたり 急激に腰痛などの痛みが出現してきていないかを意識的に見ておいた方が良いかと思います。そして、主に下肢に現れる死詞のジストニアは、パーキンソン病の10から15%に現れる症状です。夜間や早朝のオフジストニアとして見られることが多いです。では、ジストニアの治療にはどのようなものがあるのでしょうか。これには、抗コリン薬、 レボドパ製剤、菌弛緩作用のある下バ薬などが処方されますが、現状、ジストニアに対するこれらの薬剤の使用に関する研究が限られており、科学的根拠よりは主治医の経験に基づいて処方されていることが多く、有効性も中程度とされています。というのも、例えば、抗コリン薬は、抗容量を使用すると小児のジストニアに有益な効果があるのですが、 パーキンソン病は成人で高齢の方も多く、またパーキンソン病の他の薬剤との関係性もあり、効果を得られるほどの容量を処方できないといったこともあるようです。続いて、ポツリヌス神経毒素注射ですが、これはまぶたの痙攣や首のジストニアなど極所性ジストニアに対する主な治療法とされています。首のジストニアに対しては高いエビデンスが示されており、 ジストニアを起こしている部位を標的にして直接的に注射で緊張を和らげるため経口薬と違って全身的な影響がないというのが利点です一方どんなジストニアにも効果を示すわけではなく反応の高いもの低いものがありますそしてそもそも注射自体の痛みや費用面の問題3ヶ月に一度の通院の必要性があったり 首周りの筋肉の筋緊張が低下することで、一時的に嚥下障害が出現したり、首が下がってしまったりする副作用があるようです。続いて、脳深部刺激療法 DBS です。炭層球への DBS は、ジストニアに対する最も一般的な脳神経外科的介入とされています。DBS は、ジストニアに良好な結果を示されており、 長期的な運動症状のコントロール及び日常生活動作の改善が実証されています。ただ、どの種類のジストニアにも良好な結果があるというわけではないようで、報告されている治療成績は20から70%と改善に幅があります。続いて、リハビリテーションです。ジストニアに対するリハビリテーションは現状十分なエビデンスがなく、専門家の数が少ない状態です。 例えば、アメリカでは、ジストニアの患者さんが理学療法を受けること自体、滅多にないようで、患者さんを見る機会がなければ、研究も数が増えていかないと思われます。ただ、スウェーデンでは、ボツリヌスに次いで、理学療法が2番目に推奨される治療だとされており、お国によっても対応が違うようです。私自身も、この方はジストニアです、とリハビリの処方を受けたことはないため、 ジストニアの治療をメインに介入したことはありません。パーキンソン病の薬剤の調整で入院されてきた方が、おそらくジストニアと思われる腹筋やふくらはぎの痛みを訴えておられて施術をすることはありますが、例も多くありません。日本でもこういう現状ですが、少ないながらも手や頸部のジストニアに対して、おつりス注射と医学療法を併用すると、 筋力強化や姿勢改善や疲労管理などに功を奏したり、全身性のジストニアでは、歩く、走るなどの日常的な活動の中で、正しい動作パターンと姿勢を再学習することで、医学療法が有望な役割を果たすなどの結果が示されていますので、さらなる研究が待たれます。よって、ジストニアの治療に関しては、どれもメリット、デメリットがあり、 すべてのジストニアに確実に効果を示す治療法があるわけではないのですが、どれか一つではなく、ボツリヌスとリハビリ、DBS 後のリハビリなど、複数を組み合わせてアプローチを行って、身体的・精神的健康・幸福の維持・改善を図っていく必要があります。ただし、先ほどもお伝えした通り、リハビリと言っても、ジストニアがあるからといってリハビリが処方されるわけではありませんので、 ある程度ご自身で正しい姿勢、動き方を意識してリハビリを行っていく必要があります。というのも、例えば腹筋のジストニアで、やっぱり体幹が弱いから体幹を鍛えようと腹筋運動に精を出したとすると、余計に腹筋のジストニアがきつくなってしまうことがあったり、リハビリは間違ったやり方で行うとその弊害もあります。なので、 ストレッチにしろ、筋トレにしろ、バランス練習にしろ、正しい姿勢で、正しいやり方で行わなければ、ほとんど効果がなかったり、ジストニアの例のように症状がきつくなってしまう可能性があります。この動画を見ていらっしゃる患者さんは、正しい姿勢や動き方は、病院でリハビリを受けて、誰かに指導をしてもらわないとわからないと思われるかと思いますが、現実問題。 ジストニアがあれど、入院してリハビリを受けられることは、重症化して自宅で様子を見ることができない場合を除いて、ほぼありません。大病院でパーキンソン病専門医がいて、ある程度取り計らってくださる医師がいらっしゃることもあるようですが、制度的には大半の方が通院、入院での医療のリハビリを受けられない状態です。ですので、私自身も YouTube のみで運動を指導することの難しさも感じていながら、 どうにか患者さんにどのように伝えたら、どのような環境設定にしたら、正しいトレーニングの姿勢をとってもらえるか、気づいてもらえるかを、あの手、この手で伝えていきます。特に体幹を伸ばす、背筋に力を入れるというのが皆さん非常に難しいです。背筋を正して、肘を引いてと言っても、船を漕いでしまったり、 体が丸いまま、肘だけを曲げ伸ばししてしまったりする方が多いです。ですが、最初は手間だなと思っても、私の姿勢と鏡に映るご自分を見比べて、あ、全然違う、と気づいたり、それを修正して真似ができるようになったら、お、姿勢よくできてるやん、と自我自賛をして、そこから徐々に背筋に力が入る感覚がわかるようになったり、 背筋が伸びたのが分かったりすると嬉しくなると思います。それでまた続けていって、街中を歩いている時に前よりも背筋が伸びているのが分かってくると、さらにモチベーションが上がっていくという良い循環が生まれます。ですので、私はほぼ同じトレーニングをあの手この手で言い方を変えたり、姿勢を変えたり、環境を変えて指導していきますので、皆さんも諦めず、あ、分かったという気づきが得られるまで、 一緒に運動を継続していただけたらと思っています。では、最後はかなり脱線してリハビリについての話をしましたが、まとめです。今回はジストニアについての講義を行いました。まずは、ジストニアという不随運動の症状、影響についてお話ししました。パーキンソン病におけるジストニアの発生率や発現するタイミング、その種類についてお話しして、 最後にジストニアの効果的な治療を薬物、非薬物含め何種類かお伝えしました。そして最後に私が思うリハビリへの取り組み方についてお話しさせていただきました。ジストニアについての知識を身につけていただいたところで、非薬物療法としては私の動画で正しい姿勢でストレッチや筋トレ、バランス練習等に取り組んでいただければと思います。 このチャンネルではこのようにパーキンソン病に効果のある運動や有用な知識をお伝えしていきますので継続してみたいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします公式 LINE もありますので概要欄にある公式 LINE リンクから登録をお願いしますそれではまた次回お会いしましょう